154号では右の肘関節を組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ03の肘関節 B にパーツ01のボールジョイントをはめ込み、さらにパーツ02の肘関節 A をはめ込んでパーツ08のネジ3本で固定します。次に組み立てた肘関節の細くなっている部分にある2箇所の溝にパーツ07のゴムリング2個をはめ込みます。次にパーツ05のジョイントフレーム B にパーツ06の金具をはめ込みます。この時金具はきつめに作られているのでハンマーなどで叩いて奥までしっかりとはめ込みます。同じ要領でパーツ04のジョイントフレーム A に金具をはめ込みます。次に組み立てた右の肘関節 B に組み立てたジョイントフレーム A をはめ込み、さらにジョイントフレーム A にボールジョイントを合わせパーツ08のネジで固定します。続けて肘関節 A と取り付けたボールジョイントに組み立てたジョイントフレーム B をはめ合わせパーツ08のネジで固定します。次に組み立てた肘関節の突部2箇所に153号で組み立てた肘関節内側カバーの固定部品をはめ込んで接着します。これで154号の作業は終了です。